将棋将棋の先法向い飛車向い飛車は将棋の振り飛車先法の一種である。先手ならば飛車を8筋に、後手ならば飛車を2筋に振る。相手の飛車先を逆襲しようというのがこの先法の骨子である。三軒飛車や島飛車に習って名前を決めると二軒飛車となりそうだが対抗型で相手の飛車と向き合っているので向い飛車と呼ぶのが常である。 相イり飛ビシャになった場合には、飛車は向き合わないが、この場合であっても向かい飛車と呼ぶ。対向型での向かい飛車は、互いの飛車が向き合うため、飛車のすぬきを注意しなければならない。囲いは、美の囲いが主だが、状況によっては囲わずに先頭に入ることもある。また美の囲いにしても左筋は囲いに使用せず、図のように左翼で、攻撃の駒として使う場合が多い。これは一飛車側に、 隙ができた時に、飛車交換を迫れるように刺すためであり、この際に飛車を打ち込まれる隙をなくしている意味がある。通常の振り飛車とは違い、角道を止める向かい飛車でもいい飛車穴熊と五角以上に戦うことができる。近年では角道を止めずに刺す戦法や、さらに押し進めて、自ら角交換を挑む戦法もある。昔に比べメジャーとなってきた相振り飛車では、 角交換に強い位置なので、刺されることも多い。特に、先手側は、向かい飛車にして玉を矢倉に囲うのが、現在の主流である。その優秀さから一時期は、相向かい飛車が相振り飛車の主流となったが、昨今は、千日手問題から、採用例は少なくなっている。なお矢倉に組んだ相手には、島飛車ほどの攻撃力を発揮できないと言われているが、 アイブリビシャで最初から島ビシャに振るのは得策でなく、向かいビシャから振り直すことも手損のリスクなどがあって、それほど多くない。ありがとうございます。